よお前ら、料理付けマルチベイチューバーの俺だ。まあ半年ぐらいこのベイブレードという界隈から姿を消していたわけだが、俺が知らない間にいろいろなベイ、いろいろなクリエイター、そして新ジャンルである魔改造というものが流行っているらしい。全然ついていけねーってなってたので、先日ワールドホビーフェアに行った際に、まあ魔改造のね、四天王って言われるの？わかんないけど、なんか最近ツイッターでそういう記事があったけど、まあ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 、レオトイさんでしょ、これはもう友達だから。で、アイアンマンさん、これも友達だから、ためにならないベイブレードのテチさんとの相方のガワシャさんには、先日お会いしてきましたので、魔改造っていうものにね、触れつつベイブレードの半年間のブランクを埋めてきました。というわけで今日からマルチとベイブレード両立系 YouTuber になりまーす。早く気づけばよかったね。というわけで、まあいろいろまた言ったり宣言してる人とね、炎上しちゃうから軽くやめときますけど、とりあえず今日からもじゃねえや、今日からはベイブレードもやっていくぴよ。というわけでね、今回は、はい、先日のワールドホビーフェアに行ってきて買ったものなどをね、バババババッと開けていこうと思われる。まずこちら、これはね、レオさんとお寿司さんとワーホビー行く前日から集まってたわけですけども、で、お寿司さん家にいたわけですけども、その買い物中にメタベイのレイギルが300円で売っていたので買ってきました。2個ね。これは開けないでおきますね。そして、これはファイティングトップ。なんかバク転になる前のやつを、ワールドホビーフェアの買い物並んでる最中に、すいませんって言って、お寿司さんと二人にいただきました。ありがとうございます。見えてるけど、これ。同日発売のツインネメシス 3H アルティメットリブート。これは、今日開けます、この動画で。はい。そして、新しいおもちゃの先行発売されたブレイクゴーガってやつを、お寿司さんとレオさんに、買わないのか？え？って言われて買っちゃいました。で、これ、目玉だね。スプリガンレクイエムのゴールドアックスバージョン、無事今年も購入することができました。在庫めちゃめちゃありましたね。まだ買ってなかったコロコロ兄貴があったんで買いました。これはドラグーンファントムの応募者全員サービスがあったんで買わなきゃいけないと。で、ベイブレード全新刊ガイド、ゴッドベイ新刊ガイドみたいなやつも買ってきました。これはゴッドチップが付いてるんでね、買いました。まあというわけでこんな感じで買ってきたわけなんですけれども、まあ今日開けてしまおうと思っていますのは、まずブレイクゴーガ、そしてスプリガンレクイエムのゴールドアックスバージョンで、ツインネメシスのブースターと新刊ガイド、これ開けちゃおうと思います。サムネサムネ。ずーっと君を同じ電車で見るたびに、横目で見てた僕だけど笑顔が止まらない。というわけでまずはこちらブレイクゴーガの方から開封していこうと思います。そもそもブレイクゴーガっつうものをね、よく知らないんだけど、なんか車が戦う遊びらしい。全然知らずに買っちゃったからね。高いね、結構ね、1800円ぐらいしたわ。高えな。ん？あ、マジで？そういう感じなんだ。組み立てが必要なパターンなのね。あらー、ほんとに。話し合いの結果、組み立てが必要なのと、コロシアムもないというわけで、一旦お預けでございます。ありがとうございました。じゃあこれだね。まず新刊ガイド開けていこうか。これ結構前だもんね。年末とか発売だった気がするんだけど。ストライクゴッドチップの限定カラーですね。はい、こんな感じのが入ってます。ゴッドチップの保管ってすげえ困るんだよね。じゃあこれ、ツインネメシス。いいブースターですね。まあ、レオラボ所長の言葉を借りるなら、プレイバリューが高いブースターと。でも本当に、ネメシス強いし、3も H も新パーツだし、アルティメットリブートは限定だったし、最高なんじゃないこれ。まあ、シールと説明書と冊子。これが本体。これが本体！これが本体！ツインネメシスのこれが本体！よいしょー。はい、はい、はい。軽くパーツ紹介。ツインネメシスは、まあ、裏のここら辺をこう、なんかカチャカチャやったら、こう、キュッてなってスマッシュとかに切り替わるよってレイヤー。ディスクの3ヒット。これ3は幅広なディスクで、
ヒットは1点に重みが集中してるよってやつ。そしてアルティメットリブート、リブートにゴムがついたやつ。はい、ツインネメシス 3H アルティメットリブートの完成。まあ、このカラーがちょっとね合ってないのは、なんかこれ本当はジャギーらしいです。このアルティメットリブートをバルキリーにあげるらしいですね。シールは後で貼っておきます。で、みんな大好きスプリガンリクイエムのゴールドアックスバージョン。まあワーホビでこれが来るのはみんなね多分想像はしてたと思うけど、実質これのために4時間並んだわけですから、辛いよ寒空の下。よかったよアイアンマンさんと会えて。あの人ね、あの人とか言ってあれだけど、あの方多分一人で並んだら死んでましたからね、孤独と寒さで。セット内容はこんな感じです。またまた金色のやつと金のやつと金のやつと、まあ、黒のやつと、まあ、金のやつって感じですね。ランチャーは開けないでおこうか。はいはいはい。これ何がいいかって、シールがないのがすげえいいんだよね。簡単にパーツ紹介。タカラトミー曰く全機能を持ったスプリガンレクイエムの金色バージョン、すげえかっこいい。でもやっぱね、毎回思うけど金色バージョンはねシンプルになりすぎて安っぽくなっちゃう。で、ディスクのゼロめっちゃ重いよ。で、ドライバーのゼータ、アタック、ディフェンス、バランス全部使えるよ。はい、スプリガンレクイエムゴールドアックスバージョン。やっぱりね、ワーホビの限定のはなんと言ってもかっこいい。なんだかんだ言うけどかっこいいよね。ほんとにみんなね、ベイユーザーはこれを買うためにあの地獄の4時間を並ぶわけですけれども、みんな頑張るね。ほんとに一番大変なのは親御さんだよね。ほんとにお疲れ様でした。はい、というわけでワールドホビーフェア行ってきたんですけれども、最後にちょっとワーホビの感想を言っていこうかなと思います。まあ、まずはね、一緒に行動していたレオトイさん、おすしさん、アイアンマンさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、レオさん、おすしさんに関してはね、前日から飯とか行ったりして楽しかったですし。で、まあ、会場入って並ぶ最中に見てますって言ってくださった方、サイン求めてくださった方、ありがとうございました。で、まあ、買い物終わった後に会場内で見てますって言ってくれた方、ありがとうございました。サインとかね、写真とか書かせていただきました。レオさんみたいに何かくれたら何かあげるっていうものはちょっと用意できなかったんで、精一杯ちょっと写真をね、レオさん撮れないんで写真は。写真撮ってきました。笑顔でね、写ってきました。バッチリ。そう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 。夏ん時もいただいたんですけれども、今回もその、すごいレアものをくれるね、翔くんって方がいるんですけど、もらっちゃいましたよ。まあ、あれとあれとあれなんですけど、めっちゃレアなんで、後日動画で紹介したいと思いますので、お楽しみにしてください。まあ、レオさんの方行ったらちょっとネタバレしちゃうねって感じだから、もう待てないよーっていう人はレオさんのチャンネル見てください。まあ、その後ね、ネメシスを買いに行ったのは、会場の場所がわかんなかったんで、近くのイオンに行ったんですよ。で、そこで、ためにならないさんと、ガワシャさんと、あとレオライ夫婦と、ウルラさんに会いました。まあ、ちょっとね、レオライさんとウルラさんはちょこっと会ったんですけど、ありがとうございました。で、その後、俺、レオさん、お寿司さん、アイアンマンさん、テチさん、ガワシャさんでカラオケに行きまして、もうバンバン動画撮ってきたんで、このバンバン撮った動画もバンバン上げてきますんで、もうバンバン見てください。というわけでね、ワーホビ結構な回数行ってますけど、まあ、一番濃くて、一番充実したワーホビだったかなと思います。いろいろ皆さんありがとうございました。髪の毛がねボサボサなのは変わんな。というわけで今回ここまででございます。これからもよろしくお願いします。それでは。いらっしゃい。